当たり前じゃん。昨日の夜カウントダウンライブをやってて、今朝帰ってきたばっかりだって知ってるよね。だったらさ、何？行くわけないだろ。元旦の神社なんて、そんな人が多いところに僕が行ったらどうなるか、バカでも猿でもわかると思うけど。僕を誰だと思ってるの？あんたたち一般人とは違うんだよ。まあいいけど。お土産？は？いいよそんなの。それよりもなんか食べるものを買ってきて。別にあんたにお願いされなくても、受験で失敗するつもりなんか全くないけどね。まあ勝手にすれば。はいはい、いってらっしゃい。なんだよ、まだなんかあるの？なんだそんなこと。大丈夫だよ、今年も出来の悪いお姉さんの面倒はちゃんと僕が見てあげるから。あれ、やけに素直じゃん。いい年っていうのはなるんじゃなくてするんだよ。僕は毎年そうしてる。まあ、あんたは僕がいればそれだけでいい年になるんじゃないの。なんでって当然でしょ。ほら、早くしないと置いてかれるんじゃないの。いってらっしゃい。ま、せいぜいおみくじで大凶とか引き当てないようにね。